So guys, summer dito sa Japan ngayon kaya sobrang init. So kakaluto ko lang ng munggo at papatikim ko 'yon sa kaibigan ko na nandito sa Japan. Kasama ko dati sa trabaho 'yon. Titingnan natin may reaction niya kung makakain niya 'yon munggo. Name of the restaurant is Koreba. This is the Toshio Kisa or library restaurant, some kind of that. Okay, so let's look inside. Okay. So nandito na ako sa ano sa restaurant ng kaibigan ko. So papakilala ko na siya sa'yo. He is Shokun Takahashi Sho. kasama ko siya sa trabaho ng I think mga 3 years. Sanen kalisyo ni sigoto si tanda yun eh. Yeah. So ima ano omise no egyo o yatte mas. Okay? Ja papatikman ko sa kanya kung ano ang reaction niya sa pagkain ng Pilipinas na niluto ko kanina. So let's check. Shokun, kore wa ne mungo to iimasu. Midori no mame? Shiteru? Midori no mame? Green peas? いや、じゃあ後で写真見せるね。本当に豆で、豆。あとゴーヤ。ゴーヤ、ゴーヤ。ゴーヤが入ってます。あとはトマト。どこ？トマト。見えないトマト。どこトマト？この辺。ああ。トマトはね、この箱来たから、もう本当にあれになってて。あとは、スメルチェック、スメルチェック。チェックでスメル。How does it smell?ゴーヤ Yeah. And only ゴーヤ Fried pork. Fried pork. Fried pork. 豚ね。Okay. でも中に特別な調味料が入ってます。そう。フィリピンのあの家庭料理に使ってるいつも使ってる調味料。そう。ナンプラ知ってる？ナンプラ。あ、ナンプラ聞いたことある。そう。ナンプラ大丈夫 ？OK？ ナンプラ。うん、わかんない。え？Oh really? 持ってけばよかったね。うん。あとは塩辛。塩辛、ああはい。塩辛大丈夫？塩辛。多分。今日いらなかったけど、もう塩辛とナンプラ入れたから、今日はこれを入れなかった。でも塩辛とナンプラがなければ、これをあの入れても大丈夫。かまやん。じゃあ呼んでください。かまやん。サウテイド。シュリンプペースト、ソーティード、そう、ソーティード、炒めたやつという意味、炒めた、炒める、そのね、フライパンで炒める、炒めたやつ。ちゃんと日本語書いてある。あ、そうそう、そう、日本語、これはね、あのフィリピンの、フィリピンのお店で買っての、そう、だから、このちょっと味を、あの、どうですかね、あの、材料は。食べられるかな。まあでも特に変わったものはね。ない。変わったものないけど、でも匂いはどうだろうね。ちょっとゆっくり。ゆっくり。だんだんな。ああ。いや、that's it。でも。腐ってないよ。いやいや、それは大丈夫。腐ってない。だから一回ね、あのアペタイザーみたいな感じでね、ちょっとだけ食べてみれば。どんな味だろうね。ちょっとだけ、本当にちょっとだけ。それはね、ご飯と一緒に食べてもいいし、ご飯と一緒に食べた方がいいな。これはね、うちの旦那が食べられないものなんだから、だから他の日本人はね、どう思ってるかをちょっと確認したいなと思って。そんなに変わってないんじゃない？そうそうそう。いただきます。はい。ご飯と一緒の方がいい。そうそう。ちょっとしょっぱいから、そこない？ああ、なるほどね。ご飯がちょっとあの、ご飯がちょっと取れない。硬くなったね。硬くなった。
しょ。だから少しずつするんだよ。しょっぱい。しょっぱいです。お酒好きじゃないと。うん、そうそうそう。でもお年寄り好きだよ。しょっぱいんだよ。お年寄りが好きなの。そう、しょうこがまだ若いから。そうそうそう。あと独身で、だから皆さん興味がありましたらコメントしてください。あとなんだあれ。あ、ガーリックと生臭さ。生臭さなんて言うんだろう。なんかピシーピシーっていいっすか。生臭い感じ。そうそう。海の。そうそう。そう、その感じ。だから少しずつ入れてるんだよね。これ、うん、あのフィリピンでメジャーな。そうなんだよ、みんながね、調味料、メジャー、うん、あとはね、これは緑のマンゴーと一緒に食べるんだよね。緑のマンゴー、あー、そう、熟してないってこと。そう、熟してない、酸っぱいから、だからしょっぱいの一緒に食べるとすごい、あの、合ってるかなとか。あと、妊娠してる人に、これマンゴーが刺さってるわけ。そうそう、That's it。 そういうこと。そう、バグオンと言います。こんなの好きなの。うん、そう、みんなが大好きでね。それはね、フィリピン人がみんな、ね、これはね、食べるんだよね。大体の人。そう。でもこれは、今日は想像してるから、日本人があんまり好きじゃない調味料で。だから、でもお年寄り好き。今日は入れなかった。そうそう、優しくしたよ。優しくした。入れなかった。優しくしてくれた。はい、じゃあ、どうぞ、いい、食べてみてください。いただきます。ナンプラーか、食べたことないな。ナンプラーちょっとしょっぱい感じなんだよね、ナンプラーも。なんだろう。どんな感じ。ビーンズ。ビーンズでしょ、豆、うん、豆と、なんだろう、美味しいけど、うん、美味しいけど、なんだ、豆っぽい。そう、豆、本当に豆が多いから、本当にそれを豆を茹でて、そのペストみたいな感じになったんだよね。そう、だから本当に全く、そう、本当に豆な感じ。なんかもっとすごい刺激があるのかと思って。なかった、そう。そう、だからちょっとしょっぱい、なんか豆の味を、うん、普通に美味しい。そう、豆の味を、あの、楽しむ感じなんだよね。そう、それはね、将軍、あの、フィリピンのレストラン注文できない、あまり売ってないんだよね。人気なレストランとか、だいたい買っているより、なんか家だけで作ってる。そう、あと普通の人が食べてる。あそうそうそう。屋台はないね、屋台の方に、なんかトロトロなお店、なんか小さいお店、本当にそんなにおしゃれなお店じゃなければあると思う。あ、そう、その家庭料理の、あの、家庭料理の売ってるお店。いいじゃない、安くて美味しいから。それはね、フィリピンだとだいたい50円で売ってる。おお。そう、50円で売ってるから。あと本当にもう金曜日でしょ、今日、うん、Today is Friday, right? And we usually eat that on Fridays. あれ、木曜日じゃなかった。No! ちょっと待って。 Okay, so today is Thursday, right? 木曜日 Thursday, but I thought it's Friday. So 間違えた、ごめんなさい。 Okay, じゃあ usually we eat that food on Fridays. Okay.ショコ、日本だったらだいたい金曜日とか、あの、食べるもの、あれ決まってるとか、決まってる料理とかありますか。どうでしょう、カレーとか。そうなんですよね、なんかそれは聞いたことがある。なんか彼はだいたい金曜日とかカレーの日だなと思った。家族だもんね。そうそう、もうすぐ誕生日です。コンティネラもうぼすなんや。ショコ、よく頑張ったね、うん、大丈夫、本当に食べてるだけ。いや、よかった。じゃあ、モンゴは日本人だったら食べられる。みんなが嫌いじゃないなと思う。じゃあ、ショーコン、say hello to my subscriber. Hello. あの、挨拶して私の登録者に。
なんて挨拶すればいい？ Hello。 Hello。 買います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。Thank you。